デルタ2ロケットに備えられる、ブースター固体ロケットブースターは、固体燃料、ロケットエンジンによるブースターである。多くの打ち上げロケットのシステムが、SRB を使用している。SRB を持つロケットとして、日本の h e やロケット、HIIB ロケット、ヨーロッパのアリアン5、アメリカのアトラス V、NASA のスペースシャトルなどがある。スペースシャトルシステムは、この種のブースターとしては、 最大のスペースシャトル固体燃料補助ロケットを2本使用する。SRBE の利点は液体ロケットブースターと比較してはるかに大きな水力が得られ、推進剤を低温に保つための冷凍機や断熱材が不要であることである。液体燃料ロケットを主エンジンとする打ち上げシステムに固体燃料、ロケットブースターを加えることによって液体燃料の量を減らし、 打ち上げ時のロケットの総重量を減らせる。これは多段化の一種と捉えることができる。ブースターにより打ち上げシステムの性能を向上させる。例として、アリアン4のブースターなしの構成である AR40 が制止、トランスファー軌道までのペイロード 2175kg に対し、4機の個体ブースターを追加した AR44P では 3465kg まで向上している。 スペースシャトルの SRB の推進剤の重量は、それぞれ約5 0 0 0 0 0ラムである。多くは、ロケット本体を取り囲むように配置され、打ち上げ時に点火する。燃焼が済むと無駄な質量になるため、空中で切り離されて投棄するものが多い。しかし、NASA のスペースシャトルの SRB は、再利用するという建前を達成するため、海面に、 パラシュートで緩やかに落下させて回収し、整備後に再利用するものとした。一般に固体燃料ロケットは、その特性から特に打ち上げ中の安全面で、有人ロケットに不向きな面がある。有人打ち上げシステムの一部として、ブースターに使用する場合にも、切り離すことができるなどの点はあるが、基本的には同様である。ありがとうございます。